こんにちは。今日のお昼は天神エリアです。アジフライ専門店ランチ、昨日の動画と少し被りますがお許しください。西鉄天神駅から13分ほど歩きます。食事前の軽い運動になりますね。場所は須崎公園すぐ近くです。到着しました。お店は中川を渡ってすぐの位置にあります。注文するのはもちろんアジフライ定食1000円。並ぶことなく入ることができました。平日の昼間ですので、スーツを着たサラリーマンのお客さんが多めです。醤油またはソースをかけていただくのが主流だそうです。アジフライの聖地、長崎県松浦市の取れたてのマアジを使用しているそうで、鮮度旨味を落とさずいただけるそうです。サクッとした衣とふっくらとした身が美味しいです。臭みもなく食べやすいです。サラダについていたタルタルソースにつけても美味しかったです。もう一つの名物、生厚揚げ。大きくてふっくらしており熱々です。醤油にかけていただきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。美味しそうって思ってくれた方、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムでこれまで取り上げたお店の写真をまとめていますので、よかったらフォローよろしくお願いします。星空沈みゆく白と